1ラウンド10分、休憩3分という形で進められたこの試合、2ラウンド目の3分が経過したあたりで決着がついていた。木村は私を痛めつけようとした加藤に比べ人間的にも立派であった。木村の前では私も子供同然ですっかり手玉に取られてしまった。私を倒そうとしたのは無論であるが、彼の態度に悪意は見えなかった。木村のヘッドロックが強すぎて私の耳から血が出ると彼は腕を緩めて大丈夫かと聞いた。